エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はゲームを作る側の苦悩を体験できるグッバイワールドをプレイしていきたいと思います。どうさ、このグッバイワールドとグッバイどういう意味になってくるんだろうね何とさよならするんだろうね。ちょっと話も不穏になってきてるし、ちょっと気になるとこだな。じゃあやっていきましょうか。とりあえず毎回パート最初の、ミニゲームから。いや、溶岩ステージはちょっと難しかったなぁ。おほ？あ、ギリいけるのか。あーはぁ。やり直し。あ、でも残機なくなる、当たったってことか。マジか。え、これ、あ、わかったかも。わかったのかな。わかってないかもしれないけど、じゃあね、ジャンプして置けるから置いて、こうでしょ？え？あー、なるほど。こういうギミックになるわけか。すごいね。意外と、むずいぞ。1。で、こうだよね。で、ブロックを取ります。嫌な感じだな。お危ね。あー、で、こう。で、こうすると、貫通ができると。いやー、謎解きとかパズルゲーだね。面白い。あー、で、最後ブロックいるんだ。ほい、クリアー。いや、前回火山ステージクリアできなかったからな。よかったよかった。楽しい？そうだね、会話中も触ってたんだもんね、このゲーム。微妙。いつもやってるくせに。まあでも微妙。昔は面白いって思ってたけど、ゲームクリエイターとしての視点で見ると、ね。そっか。操作性も悪いし、わかりにくいし、レベルデザインなんかもうむちゃくちゃだし。カニちゃんは詳しいもんね。私、決めた。何を？就職する。あ？なんで急に？別に急じゃないよ。結構前から店長に
社員にならないかって誘われてて、ずっと断ってたけど。もうゲーム作れなくてもいいわけ？昔の約束覚えてる？約束？覚えてないか。大事な約束があったわけやね。私、今のバイト先でさ、メニューとかポップの挿絵を描かせてもらってるの。ああ、そうか。絵で感動させれるのはゲームじゃなくてもいいわけだもんね。それを見たお客さんがね、おしゃれとか、かわいいとかって、喜んでくれてるのを見てると、こういうのだけで私は十分だなって。そういうことだから。それじゃあね。ねえ、カニちゃん。今のカニちゃんは、なんでゲーム作ってるの？今までありがとね。猫の声がする。いや、こっちがキュッてなるね。いつからだろう。自分を過信するようになったのは、常に周りから浮いていて、人とうまく接することすらできないくせに、いつからだろう。そんな人間なのに、人から称賛を得られるような作品が作れるなんて、そんな妄想を抱くようになったのは、思い上がりも腹立たしい。実際の私は、一番身近にいてくれた人の気持ちすら汲み取れないほどの、ひどく独りよがりな人間だ。いや、切なくなってくるね。あー、いや、まあそうだよね。でもくまちゃん、うわ喋らせて、まあくまちゃんだいぶこうね、近くにいてくれた感じはあったけどね。まあ決断をして、どうなんだろうね。変われるかなっていう期待もあるのかもしれないけどね。難しいところだろうな。
ああ、そういう感じか。で？これで、お、よし、オッケー。オッケーじゃないね。オッケーじゃなくなったね。もう、積んじゃったね。なんとも言えないところだな。単純に難しいよね。落ちてくるのそれ。まあまあ作る側をやったことあるからなんかわかるっていうわけじゃないけどさ、やっぱめちゃくちゃ苦労はするね。特に売れるもの作るってなった場合は経験はあるけどね。売れたら嬉しいんやけどさ、もうなんだろうな、デザインとかに関してもそんな百発百中じゃないからさ、これがね、余計、きついというか。っていうのはあるけどね。まあでもね、なんか考えさせられるゲームだね。ああ、岩がない。ゴリ押し感がすごかったけど、これはどうが正解なのか。普通に難易度高いんやけど。ああ、これはピンチですね。あ、危ねえ。ね、でもさ、鍵ないよね。鍵どこ？え、鍵ゲットしたっけ？しかも、どっちみちブロックが足りないっていうオチ。うわ、マジか。めっちゃ難しいじゃん。ゲームオーバー。あー。やり直ししても難しいね。2017年9月。大丈夫？大丈夫。よくあることだから。そっか。あー、母はあれ、あれか、これ、カニちゃんの、方だったのか。あれ、店長が切れてる時のさ、はぁはぁって言ってたのがさ、あれ、店長が言ってるのかなと思ったら、あれ、カニちゃん過呼吸だったんだね。あー。見てると癒されるものとかある？今それ答えないといけない？いいから。何かないの？癒されるものって。
チーって言うならまあ、猫とか意外。動物とか苦手かと思ってたよ。悪い？馬鹿にしたかったわけ？あ、そうじゃなくてね。私もいつもやってることなんだけど、緊張とか不安で押しつぶされそうな時、好きなもののことを考えるの。あれ、クマちゃんが教えてくれた方法だったんだね。カニちゃんも試してみてよ。きっと気持ちが軽くなるから。気が向いたら。では、代表者の方、壇上にお上がりください。ほら、呼ばれてるよ。わかってる。猫だよ、猫。わかったって。あのさ、どうしたの？ありがとう。あー、ゲーム大賞取ったんだ。いや、大賞取ったのか、それとも今から発表なのか。私たちは、あー、発表っぽいね。ゲーム業界を目指す全国の学生が挑むコンテスト。このコンテストで私たちは大賞に選ばれた。やっぱ選ばれたのか。思っても見なかった。だって私は、自分が作りたいものを作っていただけだったから。今の私はどうだ？ああ、やっぱ全然違うんだね。チャプター7。2021年7月。それから私は、一人でゲームを作り続けた。話題になるとか、作る意味とか、そんなことは一切考えないようにした。そして、一本のゲームが生まれた。あ、そこから大賞取って3、4年経ってるってことか。あ、黒。もう左にも行ける。まず左かな？でも、そうだねー。プランプなのかなー。え？僕ものないよ。僕ものないよ。プランプねー。これは、右かな次。上で、上。これどっちがゴールなんだろうね。こっちゴールか。なるほど。戻って、じゃあ左側に鍵があるわけか。大量のブロックゲットして。回収して。で、これでこっち行く。で、取る。で、またここで置いて、ジャンプの
置いて鍵。はははは。あとは右行くだけだね。まあ4つ、まあ3つか、あれば大丈夫だと思うけどね。回収する分もあるしね。いや、意外と本格的なパズルなんだよな。これがいい。置いて、でもさ、こうやって苦労して作ってるゲームがねあれ、いろいろねあるときついよね純粋な話で考えると、うわ、制作者大変だね。なるほど、遊べるゲームにはなっていますね。ありがとうございます。それでどうなんでしょうか。うちでパブリッシングしてほしいって話ですよね。まあ無理ですね。あの、理由は？こんな古いゲーム機用のゲームを持ってこられても、うちではそういうのやってないって知ってますよね。そのゲーム機、そのゲーム機向けにリリースしたいってわけでは。そうですか。では、このゲームの売りを聞いてもいいですか？昔のゲーム機向けと開発したってところとか、売りになるかと。それって遊び人にとってはあまり関係ない話ですよね。むしろできることに制限がかかってしまってデメリットにしかなってないと思うんですけど、それにこのゲームを遊ぶくらいだったらレトロゲームの名作を遊んだ方が良くないですか。無名のクリエイターが作った偽物のレトロゲームなんかよりも、いるんですよね。個性を出そうとして迷走し始める人。私はただ、ただなんですか？作りたいものを作りたかっただけで。ああ。趣味でやってるならそれでいいと思いますよ。でも、ここがどこだか分かって言ってますか？会社です、会社。作りたいものを作って売れるんだったら、誰も苦労はしませんよ。そもそも、私が商品価値を感じていたのは、亀井さんのゲームではなく、熊手さんが描いたドット絵なんですよ。それがなくなった今、亀井さんのゲームには全く価値を感じません。それに解散した理由が方向性の違いって、
バンドじゃないんですから。ニーズがないゲームを作り始めたから、熊手さんも呆れて離れていったんじゃないんですか。熊手は、熊手は何ですか。ああ、話をする気はあるんですか。熊手は、熊手だけは私のゲームに価値を感じてくれていた。熊手がいなくなった理由なんて私が一番わかってる。一応取引先には目かけてもらってたんだけどっていうところだったんで、熊手の方のデザインが目に引っかかってたってことなんだ。あ、2017年9月、また戻ったね、過去にね。難しいとこですね。で、なんか修羅場が来るとあれだな、溶岩ステージだるな。そうか。修羅場溶岩ステージか。まあでも、そうだね。両方揃ってみたいなところはあるだろうからね。まあ、葛藤しかないよね。そうなるとね。下ですね。なんだかんだ難しいんだよな。あーはん。無駄になっちゃった。あら、これブロック足りる？あ、なるほど。降りて、左のブロック取って、そうだね、逃げるみたいな、積んで逃げるみたいな感じか。終わりました。あ、無理。こうだね。さあ、こっからはキャラコンのお時間です。めっちゃあいつざまだな。おー、危ね。マジか。なんだかんだ難しい。さあ、これで、上はいけるようになった。でも、そうだね。ゲームか。難しいよね。もうなんかさ、ニーズと考え始めたらさ、めちゃくちゃになるっていうかね。ああ、そこ3つになるわけか。あ、やべ。
ここまで来たのに積んだね。あーやっちゃった。そうか、ここ取ってからだね。はい。そうか、そうか。はっ。はい、ダメでした。あー最後ミスったのがいかんかったよな。賞がもらえたのは全部あんたのおかげだよ。熊で。審査員も見た目ばっかり褒めてたし、ゲームの内容なんてどうでもよかったんだと思う。謙遜してる？そういうキャラじゃない。だよね。あのさ、なんで私がカニちゃんと絵を任せてほしいって声かけたかわかる？なんでって。私がドット絵を描ける人を探してて、あんたがドット絵を描きたかったから。それだけでしょ？それだけじゃ一緒にやりたいなんて思わないよ。喋ったこともなかったしさ。じゃあなんで？私さ、一年の時、ゲーム制作学科の展示見に行ったんだよね。新旧制作の時のやつ。退屈だったでしょう。人気ゲームの真似っこみたいな作品ばっかりが並んでて、正直がっかりした。だろうね。そんな中でね、ゲームだけしか置いてない机があってさ、みんな自分のゲームを遊んでほしくて、一生懸命呼び込みしてるっていうのに、いつまで経っても誰の来る気配がない。誰もそのゲームの存在に気づいてないみたいだった。だから私だけは遊んであげようって。そうなんだ。すっごく懐かしい気持ちにさせてくれるゲームだった。昔こういうゲームを遊んでた頃があったなってさ。こんなゲームを作れる人がこの学校にいるって知って、すっごく嬉しくなった。誰のこと言ってるかわかる？私さ、カニちゃんのゲームに心を動かされたんだ。あの日、教務室に居合わせたのはたまたまだったけど、ずっとカニちゃんに声をかけようと思ってた。一緒にゲームを作りませんかって。そういうわけだから、全部私のおかげなんて思ってほしくない。ありがとう。まあ確かに私が絵を描いた方が絶対いいって思ったのも事実だけど。あ、そう。カニちゃんはもっと自信を持っていいと思う。ただただクマちゃんがいい子すぎる。まあでもこうやってね、ずっと近くいて、支えてくれてたんやね、クマちゃんはね。決断もちゃんとしたってことか。勝手に離れていくことはできただろうけどね。私さ、学校卒業しても就職しないつもり。ゲームは就職のために作ってるんじゃなかった？私なんかが社会でやっていけると思う？最近はさ、個人でゲーム開発を仕事にしてる人もいるらしくて、それだったら私もできるかもって。それでさ、あんたとゲーム作るの楽しかったんだよね。だからさ、
もしあんたがよかったら、私と一緒にやらない？私はあんたと一緒ならいいゲームが作れると思う。いいよ、一緒にやっても。いいの？そういう無謀なチャレンジ、私は好きだよ。それに、私もカニちゃんとゲーム作るのすごく楽しかったから。だけど、これだけは約束して。今は楽しいと思えてても、学校の課題と仕事とでは同じようにはいかないと思うの。仕事としてゲームを作っているうちに、いつかゲームを作ることに対して息苦しさを感じる時が来るかもしれないから。だからもし今と同じ気持ちでゲームを作れなくなったら、その時は無理して続けないこと、約束できる？忘れてたわけじゃない。もし約束を覚えていると言ってしまったら、曖昧にし続けることができなくなると思った。ゲームを作ることに対して息苦しさを感じていたことを、それが怖かった。だから忘れたふりをした。もし本音を隠さずに入れたなら、違う今を過ごせていたのだろうか。今ではまだこの部屋にいて、一緒にゲームを作っていたんだろうか。もし心の内を明かせていたなら、チャプター9と。2021年7月9日、戻ってきたね。はい。ということで、ちょっとね、なんか、携帯らしきもの、スマホらしきものがなってるけど、今回ここまでしましょうか。まあ、約束は覚えてたっていう話だったね。だから知ってて、そうじゃない、楽しいよってなったら、じゃあ一緒に続けてたのかっていう話だけど、そういう単純な話でもなさそうだよね。まあ、見てたら楽しくないっていうのはわかるだろうしね。まあまあまた、この続きを次回やっていきたいなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。ではでは、また次回です。バイバーイ。